プエゴは、メキシコの男性プロレスラー。オアハカ州オアハカ出身。CMLL 所属。2003年、ザ・フラッシュの主人公をモチーフにしたフラッシュの、リングネームでデビュー。その後、CMLL と契約を交わし、2004年4月にアレナ、プエブラ大会で、CMLL デビューを果たす。以降、第一試合など前座に出場し活動。2007年6月29日。 トルネオグランアルタナティバに、マルコ・コルレオーネトンのタッグで出場したが、ドスカラス・ジュニアバリエンテ組に敗れる。2008年、ステューカ・ジュニアとタッグを組む機会が多くなり、6月28日に、ステューカとのタッグで、CMLL 認定、アレナ・コリセオタッグ王座を獲得。2009年11月19日に行われた、記者会見より、フラッシュから笛後にリングネームを改めることを、 発表する。2013年3月3日、セミファイナルに、ステューカとのタッグで、ラフィエブレ・アマリージャの奥村生ハゲ組と対戦。この試合に敗退し、アレナコリセオタッグ王座を明け渡す。10月27日、バルバロ・カベルナリオが保持する、オクシデンテ・ミドル級王座に挑戦。これに勝利を収め、 同王座に退官。自身初となるシングル王座を獲得した。2014年1月、新日本プロレスが主催する CMLL ファンタスティカマニア2014に出場。同団体に初参戦を果たした。以降定期的に参戦。新日ではタイムスプリターズと共闘している。フラッシュに関するカテゴリー、ありがとうございます。